どうも皆さん、こんにちは。はるにゃんでございます。はい、今回はですね、妊娠経過をお送りしていきたいと思います。そしてですね、それとともに、ほぼ確定した、性別のね、発表もしていきたいと思います。さらに、この妊娠中期ですね。まあ、中期で、感じたこと、思ったこと、びっくりしたこととかもですね、今回はお話ししていきたいと思います。はい。それではですね、まずは気になるところ、性別の発表をね、もう最初にしちゃいたいと思います。はい。今回、第2子の性別は、女の子でした。実は言うとですね、16週、まだ中期にね、入ったばっかりの頃に、こう、エコでね、ぐり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 やっていただいたんですけど、その時からね、やっぱりないね。ついてないよ。言われてて。多分、まだちっちゃいからね、わかんないけど、女の子なんじゃないかなっていうふうに言われてました。でもなんか、結構やっぱそのエコーにね、このその日によっては、やっぱりへその緒で隠れて見えなかったりとか、なんかこう足をこうグッとね、やつを挟んでる場合もあるので、まだわかんないっていう感じだったんですよ。だけど、前回で、見てもらった時にも、やっぱりちょっと、どうですかね、性別のほどは、みたいな感じで見たんだけど、やっぱぐりぐりぐりね、やってもらったんですけど、やっぱり、ないね。なんかない、つるっとしてるよっていうふうに言われたので、これはもう女の子だろうねっていう感じだったので、とりあえずほぼほぼ、女の子ということで確定いたしました。なので、我が家は、今ね、すごく超イヤイヤ期、そしておてんば全開なね、ハルチピという2歳7ヶ月の娘がおりまして、もう一人ね、妹が生まれるということになるので、姉妹になります。はい。この多分、上の子のね、おてんば多分私譲りだと思うんですけど、またちょっとこう、ね、おてんばな子が生まれるのか、ちょっとね、おとなしめな子が生まれるのか、すごい楽しみでございます。はい。姉妹はね、すごく憧れていたので、はい。女の子ちゃん二人、めちゃくちゃ楽しみですね。はい。では続きましてね、この妊娠中期で感じたこと、思ったことなんかをお話ししていきたいと思います。現在はですね、25週に入ったので、今妊娠7ヶ月になりました。はい。まずですね、お話ししたいことは、胎動がすごいです。ものすごいですね。前回16週ぐらいで終わっていたと思うんですけども、18週ぐらいからですね、うね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 動いてるなぁ。コポ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 動いてるなぁっていうふうには感じていました。一人目の時は、まだそこまで感じていなかったんですけれども、やっぱり、一回経験してるのか、その態度を感じるのが前回より早いのかなっていうふうに思いましたね。で、やっぱ20週過ぎたぐらいから、結構そのコポコポがどこどこになって、どかどかになってきて、もう25週になった今では、もうはっきりと、もう、蹴ったなとか、今ぐるっと回ったなとかっていうのがすごくわかります。で、その春チビの時、一人目の春チビの時は、結構、夜中とか朝方とかで結構、お祭りを始めてドカドカやっていたんだけど、この今お腹にいる子は、常にですね、24時間、ドカドカ動いてる感じです。だから洗濯物干してたりとか、料理作ってても、動いたな、蹴ってるとか、あと買い物してて会計してる時も、今ここで蹴るかみたいな、そんな感じ。で、車に乗ってても、思いっきりこう蹴ってたりとかっていうのも分かったりとかしてて、今回は、その一人目の子以上に態度がとんでもなく、すごいなと思って、びっくりしています。でも先輩のママの方に聞くと、そうなんだよねって、二人目はね、態度激しいんだよ、なんていうママさんもいらっしゃって、そうなのか、みたいな感じで、
はい、帯同の激しさにびっくりしていますね。まあでもすごくね、それは元気だということなので、まあ喜ばしいことなのでね、どんどん動けみたいな、どんどん蹴れっていう感じでいますね。あとですね、まあ、前回も言っていたんですけど、一旦収まったかなと思っていたんですが、ここ最近ね、またお腹が大きくなってきて、またちょっと激しいかなっていうのが尿漏れですね。やっぱり。なんだろうな、まあ、ハルチピの時はここまで尿漏れなかったんですけど、やっぱり尿漏れが結構ひどいです。だから咳したり、くしゃみしたり、ちょっとこうなんか座った時にこう、なんていうのかな。下半身に力が入っちゃった時とかに、うん、あ、あ、またこれやばいな、あったかいな、下着が、みたいな感じなことが結構多くて、でもさすがにちょっと出かけた先でね、やばいのでびっしょると、だからまあもう尿漏れのね、帽子のパッドを変えました。もうその度にね、もうね、ズボン濡れちゃう、ね、パンツ濡れちゃう、みたいな感じなので、はい、パッドを変えましたね。なので、多分、やっぱ、まあ、さらにね、お腹が大きくなってくると、やっぱり圧迫されるので、まあ、今回ちょっと尿漏れだいぶ悩まされてるんですけど、はい、そこら辺の対処はちょっと、もうパッドでやっていくしかないかなっていう感じがしましたね。あとはですね、まあ、その1回目の妊娠の時と比べてお腹が膨らむのが早いかなっていうふうに感じました。まあ、今25週なんですけれども、ちょっともう、ここ最近になってもうこの溝のところがね、ふぅ、苦しいっていうふうになって、もうお茶とかご飯とか食べてもうこう、もうここら辺がこんな行ったりこう戻ってくる感じなんですよ。でもなんかお辞儀なんかした暁にはもう麦茶とか出てきちゃうかなっていう、もうそういう感じで苦しいんですけど、でもまだね、前回の時は25週でそういう感覚っていうのがまだそこまでなかった気がするんですよね。もうちょっとあと30週とか、そうだね、ほんと後期の8ヶ月ぐらいからかなっていう感じがしたんですけど、もうすでに25週でそういうことになってるし、あとスマホで、ね、前回妊娠時の25週の写真があったので見てみると、やっぱね、前回のがまだそんなに膨らんでないんですよ。だからやっぱ、やっぱ二人目は、一回ね、お腹がぷよっと大きくなっているからゴムのようにね、はい。やっぱこう伸びやすくて、やっぱ大きくなりやすいのかなっていうふうに感じました。はい。なので、まあ、あと、じゃあちょっと、お腹もね、ちょっと見せるんですけど、こんなに出ているので、まあ結構かがんだりするのはきつい感じです。で、やはりやっぱさっき言ったようにスマホのね、前回の妊娠の25週の時のお腹と比べて確実に出ているので、やっぱり一回ね、伸びたお腹はさらにこう伸びやすくなっているのかなっていう風に感じがします。はい。だからこれからね、まだまだ大きくなっていくので、なあ、大変だ。この暑くなってくるね、季節にね、苦しい思いを耐えなきゃなっていうふうに思っています。はい。はい。そして次はですね、まあちょっとね、内面な話になってしまうんですけれども、ここ最近そうだな、やっぱ、中期に入ってからなんですけど、ちょっと精神的に不安定な感じが続いてますね。まあ、鬱っぽい感じなものが今、結構ひどいです。やっぱ朝起きるのが辛かったりだったりとか、ちょっとしたことがすごくこう、腹が立っちゃってカリカリしちゃって怒っちゃったりとか、あと、そうだと思えば、やっぱ、なんかちょっとしたことを気にして、すごい落ち込んじゃったり、落ち込み感がもう半端ないんですよね。落ち込ん、ドーンと落ちちゃう感じだったりとか、あと、それでやっぱ訳もなくなんか悲しくて泣いちゃったりとか、まあそういうなんかちょっと不安定な状態が続いています。なので、まあいろいろね、先生とかにも相談してみると、やっぱり妊娠の時はね、どうしても不安定になっているので、ちょっと今その状態がね、ひどいのかなっていう、感じがするので、無理はせず、やっぱ
ちょっとね、正直言うとこう人と会いたくないなとか話したくないなとか、でやっぱその人と会うことによってなんかこう会話を交わした時になんか自分がこうなんかちょっとした一言がねすごく気になっちゃったりとかして、まあずっとちょっと泣いちゃったりとか落ち込んじゃったりとかしちゃったりもすることもあったりもするので、まあそういう時はね、やっぱ無理せず一人でこうリラックスしてね、まあこのお腹の赤ちゃんとのね時間をやっぱ大事にね優先してした方がいいのかなっていうふうに感じました。なやっぱあんまりねそういうことでこうストレスを抱えちゃったりとかしちゃうと、まあ自分もそうだし、もちろん赤ちゃんにも良くないので、まあ今はね本当にそういう時期で仕方がないことだから、マイペースにね無理せずねなんか自分の好きなことやってね過ごそうかなと思います。あとやっぱ、前回もね少しお話ししたと思うんですけど、やっぱね娘がやっぱ今2歳強で8ヶ月になるのかな。まあすごく自我がすごいね出てきて、もうめちゃくちゃ自分通らないことがあったりすると泣きわめいたり、したりとかするので、まあ、結構お腹も苦しくなってくる中、もうその不安定な中で、すごく目が離せない、手が離せない時なので、やっぱこうイライラするし、もうってめいったりとかも結構するので、一人目の育児をしながらのやっぱね妊娠っていうのは結構なまあ負担っていうか大変なことなんだなっていうのがね、実は今日10連休明けなんですけど、10連休この経験してみて分かりましたね。でやっぱそのね、頼れるところは頼ってね、甘えられるところは甘えて、もう私なんかも旦那さんにめちゃくちゃもうすごくサポートしてくださるので、もう旦那さんに甘えっぱなしだったんですけど、あとまあ母がね近くにいるので、母のちょっとこうね お風呂とかもさ結構お腹が大きいから入れるの大変だったりするので、まあ母のサポートも受けつつね、まあこういう時はもう本当頼って甘えて、もう辛い時は吐き出していいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあそういうふうに考えてからね、だいぶ楽になったんですけど、まあ私自身ちょっと中途半端に完璧主義なところがあるので、なんか変にこう頑張りすぎちゃったりとか、もう無理しすぎちゃって、後になってこう自爆っていうタイプだったりとかするので、まあ考えていかなくちゃ、やっぱ育児とかね、回っていかないんじゃないかなっていうふうに思ったので、なるべく手を抜こう。まあ、いっか、大丈夫だよっていうね、ふうに考えるようにして、過ごしています。同じくらいの周数のママさんとかも、いらっしゃるかもしれないので、まあ、私自身もね、今ちょっとそういう不安定なね、状態で、まあ、しんどい時もあるので、まあ、ちょっと赤裸々に正直にお話しさせていただいたんですが、まあ、本当に、お互いですね、無理をせずね、出産を迎えられるように、はい、妊婦生活を送っていきましょう、はい、そして最後にですね、ちょっとさらさらっとおまけ的にお話ししますが、まあ食べ物についてなんですけど、なんか前回ね、辛いものが食べたくてしょうがないみたいな話をしていたんですが、中期になってからね、やっぱもうつわりがね、もう、ファーっともうね、なくなって、もうすごい気分が爽快でございます。まあそれとともにですね、前回、春チビの時はね、とにかく肉が食べたいんだ、肉の赤身を我によこせ。まあそれぐらい肉がね、もう欲してしょうがなかったんですけど、今回はね、そんな肉ラブじゃない。逆にね、そのまんま、お寿司とかも全然食べたいなっていう気持ちになったりとか、あとはね、肉よりもね、ポテトラブですね。ポテトラブ。ジャガイモ愛がやばいですね。マックのフライドポテトってやっぱ妊婦さんすごい食べたくなるっていう食事の一つだと思うんですけど、まさにそれですね。マックのフライドポテト美味しいですね。揚げたて、ちょっと塩加減が効いた感じがやばいし、あとはね、ポテトチップスがやばいな。なんか普通に海苔塩とかコンソメとかそういうものはいらん。もう薄塩のシンプルな味のね、ポテトチップス。あれ美味しいですね。こんなに美味しく感じたかなと思うぐらい。私普段チョコレートとか甘い系が好きなんですけど、
こんなにポテトチップスラブになったかなみたいなぐらい、ちょっとやばいですね。なので、まあ、毎日も食べるとあんまね、脂っこいし、カロリーも高いし、太るし、自分で自作するしかないかなとか思って、まあ、その方が健康的かなっていう風に感じがするので、だから近々ちょっとポテトチップスを作ってみようかなっていう風に思うぐらい、ちょっと今ね、最近ポテトラブです。はい。ということで、今回ですね、妊娠経過の、妊娠中期でね、思ったことと、感じたこと、そして性別のね、発表をさせていただきました。また次の動画で会いましょう。またねー、バイニャン。